朝廷県は中華人民、共和国福建省流岩市に位置する県。736年に朝廷県が設置される。下部に十三鎮、五郷を管轄する朝廷南駅農業では、稲、豆類、芋類を多く産する。畜産では、肉用鶏の川田鳥が有名である。定州鎮は、歴史文化都市として知られ、東大に作られた城壁が残る。 城内には三原閣、雲、城閣、文廟、天皇宮などの古建築が残り、名所となっている。定州の画良山、東郊外にある南平山は、小級風景区に指定されている。朝廷革命旧州は、全国文物保護単位に指定されている。住民のほとんどが客家であり、貧災発火後が使用されている。定州鎮の方言の場合、聖母は20種。 陰謀は二十五種、成長は五種で、単音節で、日照は消失しており、陰謀も M 陰美がなくなるなど、単純化している。八家の伝統である山唄、湖水、花灯などが受け継がれている。壮大、秋代の八家の,の古民家も多く残る。朝廷県は、貧祭客家料理の名物料理が多いところとして、知られ、中国八家祭の里とも称される。また、 調理師を多く輩出しており、福建省内は元より、厚生省、関東省などの発火料理が盛んな地域や大都市で活躍している。主な名物料理に、白山河田鳥、省大会、麒麟脱原、人品金と、定州主張などがある。愛これええ、貧彩発火方言、アモイ大学出版社、1999年、アモイ。ありがとうございます。